山賀流は山賀祖皇によって表された兵学の流派。林羅山に入門して漢学教育を受けた山賀祖皇は仏教、道教の思想にも通じ、神道和学の古実を踏まえて、甲州流軍学の尾畑影則、北条流の祖、北条市長の門下として軍学の習得をした。山賀流は単に戦法学というより太平の時代に、 指導学としての広い構想のもとに、講事された。地理一体を基盤とし、道言、学問、立校の三要を力説し、おさむ教養録、地教養録に則っ,って、修身、治国の大道を強調、武教病法、標法戦法論を研究しながら、実学、教学に重点を置いた、指導教育がなされた。そこをの閉学時期門は140名くらい。直径、 血縁者で山賀流を受け継いだのは、津軽藩の山賀着流と、女系には、平戸藩の山賀冒系と、諸流団系の漁師である。そこの平学を講助した、諸大名には、津軽信政、津軽信都市、戸田忠姫、松浦重信、松浦長広、大村森住、稲垣重明、小笠原長広、小笠原長重、本田忠姫らがいる。 筑後国柳川藩でも山賀流標法師藩がおり、文九年間に柳川藩子卒が山賀流に編成され、筑後国柳川藩でも山賀流標法師藩がおり、文九年間に柳川藩子卒が山賀流に編成された。前田藩では、公衆流兵学者、関谷正春が、そこに山賀流を学んだことで広がった。山がそを、山がま山が高豊。 山が高直山が高見、山が元見、吉田松陰、木戸高義山が正見に学んだ津軽生は、阿公事件の直後に、真っ先に、家臣らとキラ邸に駆けつけ、吉中の遺体を発見し、負傷者の救助に協力した。また、阿公老子らは、黒い津軽家と広崎藩津軽家からの打手の追い打ちを警戒し、千楽寺まで最短距離ではない逃走ルートを、 かなりの早足で撤退したと伝わる。この様子は同じく山賀流が伝わる平戸藩にも記されている。正さの影響で津軽藩中の多くが赤穂浪士には批判的であり、津軽信政により赤穂浪士に同情した滝川モンを法令5年に閉門、事業没収の厳罰に処し墓や供養等の破却を命じている。また、重心の入院三継が、 そこに習い朱子学を批判するのみならず、玄禄阿光事件をも激しく非難する著作を発表している。この系統から幕末に標法学者として活躍した山賀元美が出た。元美は大垣藩士、小原鉄心、文豪岡藩士、鵜飼恵美など各藩の有力者に山賀流を伝授した。また諸国放浪の際に、九鬼高とに見出され、異例の地遇を得ている。 他に、祖皇の二人の娘は三次朝野家の信から津軽、信正に死した山形高継と、後に津軽藩家郎になる門人、津軽正宏に課した。幕末に、長州藩では、吉田松陰が相続した吉田家が代々、藩学である、山賀流氏藩家となっており、吉田松陰は、藩主、毛利高下の前で、武教全書先方弁三の講義を行っている。 松影はおじにあたる玉木文の神から山賀流を受している。江戸に出た松影は日後の山賀流兵学者宮部定蔵と交流を深めた。吉田松陰と宮部定蔵は1851年山賀元美に学んでいる。明治維新で活躍した高杉晋作、草加玄瑞木戸高吉、山田明吉ら長州藩の松影文下生は藩校、明林館、 松下村塾で山賀流を習得している。玉木文の進から山賀流を講じされた長州藩出身の野木稀助は、明治天皇に巡視する前の大正元年9月10日、学習委員長として養育に当たっていた、広人神皇時代の昭和天皇、厚宮陽人神皇、三宮信人神皇に対し、山賀祖皇が記した山賀流の神髄である、尊能思想の歴史書である、 中朝事実を自ら筆者して検定した。非全国平戸藩では、祖皇の諸子の山が高本が、教法師範に採用されて、山が流が、伝来、また弟の山が平馬が過労に採用されている。山が流に学んだ、平戸藩並びに、松浦家は、山が五類に、復旧のこと、必ず時の奉行所に至りて、殺されるゆえんを演説して、思考してその命を受く。 これ古来の法なりとあるお論拠として、抗議の免許を得ず、と遠く組飛び道具を持って押し入るのであるから、そこの思想からすれば許すべからざる暴挙であると、玄読悪行事件を批判している。は、本所にあり旧吉良邸に近く、また、松浦氏は、柳の間で諸大名に、作法、礼儀の指南をしており、総じて吉良寄りである。上皇二年に築城中であった、 阿公城の縄張りについて山賀祖皇が助言したとも言われ、これにより二の丸門周辺の手直しがなされたという説があり、発掘調査ではその痕跡の可能性がある遺構が発見されている。また、浅野幼男は阿公に流刑時代の祖皇をお預かりを担当している。石岡久夫は菅山里氏が山賀流を学んだとしているが、阿公氏志編纂室は疑問しし、 菅谷を最も行動や考えの分かりにくい一人であるとしている。同様に、同種編算室は一次資料である山が祖皇日記、年譜に全く記載がないことを理由に、大石義雄や大石義江が山が祖皇から山賀流を学んだとする説をも記してない。芝居の赤竜浪士といえば山賀竜神大子が有名だが、実際には人打ちに打ち三流れという。 山賀流の人大子というものは存在せず物語の中の創作である。山賀元美と愛前後する山賀流兵学の双壁であった久保滝米が安政二年幕府が開設した公部書の頭取県兵学師範役に就任したことで山賀流は幕府兵学の主軸となった。幕府の御用学として山賀流が採用されたのは山賀元美、久喜隆氏と 久保田清音の関係によるものとされる。久保田清音の山川流兵学師範は、外祖父である兵学者の旗本、黒の義恵である。山川流を軸に、甲州流文学、越後流、長沼流を研修した、久保田清音の兵学門人は3000人。近代兵器が出現後も、静音は、山川流の伝統的な武士道徳重視の講義をしたが、石岡久夫の研究によると、 西音が表した五十部の兵書の内晩年の連兵新書、連兵不作、強戦略記などは連兵主義を加え、山賀流を幕末の情勢に対応させようとした大きな傾向があるという。この久保田平学問人の英,英才である和歌山持道の山賀流文下から、勝海舟、板垣大輔土方久本、佐々木隆之、谷田貴ら、幕末、 明治に活躍した逸材が排出された。日米修好通商条約の憲兵施設団として、訪米後、横須賀製鉄所の建設を推進した、小栗光月之助も、久保田清根から山賀流を学んでいた。小栗の幕府の命運に限りはあるとも、日本の命運に限りはない。との発言は、高等を尊重する思想と、武士道精神を土台とする。 山賀流兵学の思想そのもので、小栗に与えた影響は大きいと分析している。主として山賀祖皇によるものを挙げるが、津軽、平戸、長州の諸藩にも門弟による著作が多数ある。石岡久を標本者の生活第三小病法教育課、山賀祖皇の障害、石岡久を標本者の生活、石岡久を 標本者の生活第三小病法教育課、山賀素行の生涯害素行栄の標本学等、山賀素行標本学の指摘研究、山賀流病法だけでなく、津軽藩に一刀流の地盤を固めている。元見は、高見の孫、松浦清志、心得ぬことなり、人を出して、即行きたるに、果たして大石の親から、広崎公ばかり、これを知れり。津軽家文書、 広崎班長日記、入院三つぐ前週、標報者の生活第六章。幕末病法武道家の生涯に山賀元、山が求みの業績山が素行標報学の指摘研究、石岡久夫、標報者の生活第三章病法教育課、山が素行の障害素行公営の標報学等、ウェブ版、赤字城跡にの丸門マス型発掘調査現地、説明会資料、赤市教育委員会、 2020年1月23日閲覧。山が素光、大石義恵、菅谷正都太大田俊市佐岡野正しく清水寺王、黒野義恵、久保岳米和歌山持道、勝海舟、山が素光標方学の指摘研究赤押しし、変算室主管、三好一行、赤四47市列伝道士編算室、赤四47市列伝、大石倉之助義を、 高赤見聞記、慶光術字他歌,歌舞伎、人形浄瑠璃、金で本中心村、大勢ゆ之の助。山賀素行標法学の指摘研究 P219、山賀素行標法学の指摘研究、標法者の生活第六章。幕末病法武道家の生涯山、久保田清音の業績、標法者の生活第六章。 幕末病法武道家の生涯さん、久保田清音の業績、山賀祖皇標法学の指摘研究、標法者の生活第六章。幕末病法武道家の生涯さん、久保田清音の業績工芸新聞2017年12月13日社会面、爆心、小栗光月の介に、新説山が流兵学から影響、小栗光月の介検証会期間した津波第42号。 久保滝宗の学問と門弟、小栗光介の助の行動、ありがとうございます。